こんなに来てたんだね。こんなにコメントが来てたんだ。うん、いけたいけた。こんなに来てたんだね。ごめん。え、なにこれなにこれ、あ、びっくりした。愛してるか、ありがとう。カレー食べました。わ、いいね、カレー。よっしゃ、よよよっしゃ、よかった、見れて。コメント、最初さ、何もさ、ここがさ、真っ白白でさ、何もコメント来なかったからさ、え、みんな来てないのかなって思っちゃってさ。え、あのね、あの、なんかコメントは見れなかったんだけど、ここの、なんていうの、アバターはね、アバターはみんないたの。だからびっくりしたの。あれ？って待って。マジでびっくりした。コメントが来なくてさ、あれ、みんなどうしちゃったんだろうって思っちゃって。よかった、コメント今見れてるから大丈夫。グッド。あ、テロップになって書いてあるんだけど気にしないで。なんかお試しで今なって書いたんだけど。よいしょ。なってなんぞやって話だよね。な。いや、なはなは普通にあのなんかバグってたから、なってテロップ打ったらコメント出てくるかなって思ったの。だけど出てこなかったから、あ、全然関係ないです。ただ単に押した文字がなっただけ。全然あの関係ない。そう、謎のな。え、なに、アンナピーヤがあおちゃんとの可愛い写真モバメにあげてたよ。やったー、ありがとう、昨日公演ありがとね。教えてくれてありがとう。アンナちゃんあげてくれたんだね、嬉しい。だよね、私のうちはたくさん持ってるよね。なんか申し訳ないんだけど、本当に申し訳ない。いや、なんか今日はお礼配信、なんかごめんね、なんかなかなかお礼配信できなくてさ、本当に申し訳ない。今日実は8時までなの。なんかまだテスト期間だから、そういう長々と配信できなくてごめんね。うちはごめん、たくさん持ってるよね。いらないよね、うちはたくさんいらないよね。本当にごめんね、本当にごめん。リップがいい感じ、ありがとう。今日俺配信しないって言ってるよね、お姉ちゃん。話聞いてたね、お姉ちゃん、お姉ちゃん。熱くなってきちゃった。24度はさすがに低すぎるので27度で OK。 今日使ってるリップは、やばい、下にあるから分かんない、お姉ちゃんが教えてくれるはず。ティルティルのね、なんだっけ、0007、わかんないわかんないわかんない、それ違う方かもしんない。
姉ちゃん教えて。あ、01だった。ごめん。01。全然違った。01です。ウェイクメイクじゃない。ごめん、ウェイクメイクとさ、ウェイクメイクと、なんだっけ。混ざっちゃった。ティルティルの01番です。ありがとう。そう、昨日は初かかとをパフォーマンスしました。01、私と同じです。え、同じ、うん、え、つけるの、もしかして。え、リップつけてるの、もしかして。まさか。え、女の子だったっけ。女の子はお揃いにできるけど。ありがとう、かかと、めっちゃよかった、ありがとう。諦めずに頑張る君が優勝、おっと。んちょっとねえみんなやだね、それにしないで、みんな面白い、やだ。ごめん、男女差別しちゃった、ごめんね、ごめん、差別しちゃった、許して、ごめん。あ、ごめんね、ごめん、男の子だってね、リップぐらいね、ごめんごめん、メイクするもんね、ごめんね、本当にごめんね、女の子だけじゃないもんね、メイクなんかね、ごめんごめんごめん、ひどいこと言ったわ、やめてよ、そこでな使わないで。界隈やめて。なんで知ってんの。うん、ねえみんな、ちょっとシャラップシャラップ、いやーなばっか、いやし。私どうしたらいいのか困るんですけど。いろいろとコマントじゃないや、コメントが混ざってて、なんか何言ってるか分かんない、本当に。みんなの文字を分かんない、何言ってるかさっぱり分からない。え？し？まあいいや。もうキリがない。いて。ねえ、予想外れちゃった。139番か。結構後ろだったね。残念。ちょっとうざいかもしれない、ごめんだけど。46番と30間違えた。あれ？な、私なんて予想したか忘れちゃった。46番とどこだっけ、46番とどこだっけ。忘れちゃった。初見さんありがとう。どこだっけ、あ、60、
ちょっとわかんない。90番か。46番と90番を予想してて、確かなんか外れちゃった気がする。私が予想してた番号、多分みんな違うところいたよね。外れちゃった。結構さ、みんなさ後ろの席だったよね。なんかごめんね。祈っとけばよかった、ごめんなさい。じゃあ今度は祈るね。それでみんながよかったら、これ私の効果があるということで。え、確かにね、昨日センターだったよね。ふんとか言っちゃった。いい席でよっちゃん見れました。よかった、ありがとう。よかった、よかった。夜82番、うん、まあ悪くはない。え、そう、昨日はね、あえてだよ、祈らなかった。ねえ、よく気づいたね。あの、そう、昨日の受付、昼公演かな、昼公演の受付めっちゃ5分しかできなかったんですよ。なぜかというと私が悪いんですけど、あのね私が間違えて、本当は20分から受付開始だったんだけど、間違えて24分に来ちゃってですね。ね、寝てない寝てない、あのちゃんと私時間を見て行動してたんです。あ、今日は24分からだって思ったの。だけど私が見てた時間が5人の時の場合の時間を見てて、昨日は6人だったのに5人の時間割を見てたから間違っちゃって、だからちょっとしか受付できませんでした。あ、私が悪いんですよ。そうだから、こまちゃんが長くなっちゃって本当に申し訳なかった。だからこまちゃんが、こまが、あおちゃん大丈夫って、面白い、えって思って、え、何大丈夫って、今日20分からだよって、ごめんってなった。やばい、頭皮かゆい、本当に申し訳なかった。こまちゃんがさ、こまちが長い時間やっちゃって、なんか本当にごめんなさい。だからその5分しかできなかったんだけど、5分の間で来てくれた方はラッキーでしたね。はい、あ、ごめん、頭皮かいちゃった。マジでごめん、私遅れたこと今までいなかったの、間違えた、本当に見るところ5人かと思っちゃった、なんか申し訳ないね。別に人を抜かしてたわけじゃなくて、あ、今日はなんか5人だなってなんか思い込んじゃって。どう見たって6人だよね、リハーサルした時6人いましたよね。え、わかんない、今まで遅れた人いるのかな、もしかしたら第1号かもしれない。やだ、恥ずかしい、第1号とかちょっと無理なんだけど、多分第1号じゃないですかね。7人。いやいやいや、7人はいないよ、6人だよ。7人はね、さすがにいないけど、あ、ごめんなさい、新澤葵さんしっかりしますね。なんで言われてもだ、新澤さんしっかりします。緊張してたの？そうと、そうには見えなかったけど。うん、そん
なこと言ってなかったよ。普通に普通に受付してました。あのさ、受付さ、めっちゃなんか入るタイミングさ、なんていうの、困っちゃうんだよね。なんか私は人が来てない時にこうやって順番交代したいんだけど、なかなか人がお客さんというかいる時になんか行けなくてですね。だからなんか入るタイミングがいつもいつもちょっと待って、なんかわかんない。なんて払いし言えばいいのかわかんない。はい、はい、いつも、はい、はいです。あ、そう、タイミングを買って行ってます。ねえ、こういう時になって出してこないの。ちょっと、そう、タイミングがいつも行かなくて、多分ね、普通に出ればいいんだけど、なんか私お客さんがやる時になんか出れなくて、なんかね、なんかフフ金、鈴鹿、ごめん、え、金、え、金で、え、だってさ、なんかさ、なんかね、なんかさ、途中でさ乱入してくるの、なんかかわいそうじゃない？なんか話してるじゃん、受付、その中に私がさ急に出てくるのさ、なんか嫌じゃない？だから私はまあ気を使って気を使って出てきてるんですそうなの、誰かと誰かが話してる時なんかちょっと入りづらいし邪魔できないから、でこの間さ勘違いしたファンの方がいて、可愛いんだけど、可愛いんだけど、私の次がアンナちゃんだったので、その時間になってアンナちゃんが入ってくるじゃないですか、受付の場所に、で私の後ろにこっそり並んでるわけで、あ、今日は2人なんだねってファンの方が言って、はいみたいな感じで、何言ってるか分かんなくて、何の二人って思って、でアンナちゃんが何て言いたいんだっけ、で後ろ向いたらアンナちゃんがいて、あ、そういうことかって思ってもう勘違いしたじゃん、しちゃったじゃんって思って、そう、気づいてなかった、アナちゃんが静かに入ってきたから。だからファンの方が勘違いして、今日は2人なのねとか言ってあれってあれ、うん、1人だけどみたいなびっくりした。なるほどね、なるほど、こっそりと後ろに背後にねいて、それでそっと変わればいいのか怖すぎだろ。
見送りでさほちゃんに睨まれたの？え、でもさ、私もさね、ちょっとさ、何？いや、私に楽しって言ってくれたよね。なに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 、ちょっとさ、ちょっと意味わかんないことだったんだけど、私に楽しって言ってくれたのにさ、その後ルアさんに楽しだよって言いましたよね。え、どういうことね。アナちゃんもびっくりしてたよ、その時言ってた時。アナちゃんと顔見つめ合ったじゃんみたいな。何ですか、私に楽しって言ってくれましたよね。何、めっちゃ聞こえてたよね。どういうことですかね。まあ別にいいんですけど、楽し詐欺。カナピーマンだよ。複数の楽しがいるってことか。なるほどね。単に推しが多い。めっちゃ聞こえたの。めっちゃすごい聞こえた。単に推しが多いんですね。そう、アナちゃんもびっくりしてたの。え、10人までが楽しい、すごいな。もうまとめちゃう、10人まとめちゃう、まとめて。第一希望。いや、希望に希望せい。ああ、そういうのやっぱ刺さるんだ。どっちが好きとかそういうのね。ゆうたんはね、すぐね嫉妬しちゃうからね。え、嘘ねえ、え、死亡でした、ごめんね、ごめん、希望って思った、ごめんなちゃい、ごめんなちゃいな。ごめんね、ごめん、ごめんね。え、なに？タオシュ28人まで？え、どういうことですかね。タオシュって一人のこと言うんですけど、ん？みんなタオシュ、みんなタオシュ、タオシュってどういうこと？顔分かってる。いや、本当にそれってどういう意味って感じる。それってどういう意味？言葉には本当に言葉にできないです。本当に違う意味で言葉にできない。じゃあ、はい、壇上読みます。うん、初見さんありがとう。いきまーす。13位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。12位チョコレモンさん、ありがとうございます。11位くんちゃん、ありがとうございます。10位ビッグロムコさん、ありがとうございます。
9位ジさんありがとうございます。8位いのちさんありがとうございます。7位ゆうたさんありがとうございます。6位だんがりさんありがとうございます。5位村上すずしさんありがとうございます。4位まこちさんありがとうございます。3位奇跡さんありがとうございます。2位カツサンドさんありがとうございます。そして1位まさぼうさんありがとうございます。ありがとう、短かったけど今日は演奏があるので、なんか今日は気になるメンツですよね、4期生の。ちょっと聞こうかな、気になるから。ねえ、じゅちゃんもいるね。なんかすごい、なんか意外な、なんかメンツと言いますか、メンバーだよね。どんな話したのかめっちゃ気になってる。明日は明日どうしようかな。困ったな。朝朝かな、わかんない。朝いや朝かな。でも朝やば、勉強したか。じゃあ後でゆっくり考えます。やば、迷っちゃった。じゃあ後でです。じゃあみんなお休み、バイバイ。よっこらセット、またねー、バイバーイ。バイバーイ。